こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は埼玉県さいたま市大宮駅17番18番線ホームにやってきました。東北、上越、山形、秋田、北海道、さらには北陸新幹線の主に下り列車が発着するホームです。あまり時間がありません。早速本題に入っていきたいと思います。埼玉県にやってきておきながら神奈川県の話になります。横浜市や川崎市で運行されている鶴見線、鶴見を起点に扇町までを結ぶ本線のほか、海芝浦や大川を結ぶ支線もあります。使用車両になります。約半年前、今までは205系0、1100番台、先頭車が1100番台、中間車が0番台、3両編成になります。配属先の方は鎌倉車両センター中原支所、実際車両が留置されていたのは川崎統括センター鶴見線オフィス、旧弁天橋電車区になります。そんな路線も2023年12月24日昨年のクリスマスに後継 E131系1000番台の運行が開始されています。25日がクリスマス、24日はイブになります。205系の方は3両編成が9本、 T11 編成から19編成まで合計27両が中原支所の方に配置されていました。2024年3月のダイヤ改正前に E131 系8本が導入されまして、全てを置き換える予定になっていました。実際はダイヤ改正よりだいぶ前に8本が増備されています。結果的に2月29日に205系は営業運行を終了しています。最後まで運行されていた編成は T17 編成になります。狐がうるせえよ、すいません。ダイヤ改正を迎えますと鶴見線ではワンマン運行を開始しています。205系は対応していません。そのような理由からダイソーなどを含め一切運用に入ることはなくなっています。3月上旬になりますと廃車改装が始まりました。電気機関車の牽引という形になりますので廃給になります。どんどん数を減らしてきました。電気機関車が中原支所の方に入ることができないという理由から、神津車両センターまで自走で改装された後、全ての編成今まで郡山総合車両センターの方に向かっています。現地の方で何編成か忘れましたが、最終解体何回か見てきています。最後に行われたのは約半年前、6月25日、今までは2本まとめてという形になっていました。その際は T19 編成1本のみ、中原支所の方にはまだ2本残ってる状態。なんだか不思議な感じがした記憶が残っています。こちらの大宮駅でお見送りをしています。全編成9本になります。一番最後に1本のみで行われるなら話が分かりますが、なぜ2本残っていたのか、今回やっと動きが出ました。そんな編成は T17、19編成になります。以前中原支所の方に行きまして様子を見ています。端に誘致されていた編成です。定期的に通電したり、構内入れ替えが行われていたようです。そしてこの後、こちらの大宮に改装されてくるようです。この奥に見えている屋根のみ、JR 東日本大宮総合車両センターになります。ここに入場する目的での改装。今回は自走になります。電気機関車の牽引ではありません。今まで検査は大宮で行われていました。検査の関係があります。2本まとめて入出場することはありませんでした。それが今回ま
とまって入場。考えられるとすれば185系0番台 C5 編成がこの中で解体されています。そのようになってしまうのか、それとも以前から何度か触れた他社への譲渡、そのための改造が施されるのか、2パターン考えられます。現時点で噂が立っているのはやはり譲渡になります。正式な発表ありません。会社名は伏せときたいと思います。もう間もなくしますと大宮に T17、19編成が到着をしまして中に入場してきます。様子の方見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。いやー、ちょっと前振りが長くなりすぎたかもしれません。11番線ホームに行けば様子の方見れるんじゃないかなと思います。おそらく大変混雑してるはずです。11番線ホームに移動してきますと、埼玉新都心より大宮総社場寄りのホーム先端にカメラを持った方が大変多く待機されています。入線の方、11番線ではなく右側のホームのない線路、この辺りにやってくるかと思います。12番の線路がありません。ホームがない一番手前の線路、13番になるんじゃないかなと思います。実際見たことがありません。もしかしたら間違ってるかもしれません。経路は南武線武蔵中原を出発しまして、一旦川崎新町に向かいます。そこで進行方向を変え、知って短絡線を返し新鶴見信号場、その先大崎新宿池袋赤羽経由でここに到着するのが検査入場の経路になるかと思います。今回も似たような経路でやってくるはずです。この辺り頭上には駅中があります。下は若干暗くなっています。見づらい状況です。埼玉新都心より多くの方が集まっている周辺に紛れて見ていきたいと思います。残念ながら見やすい場所はありませんでした。変なとこから見ていくことにします。ということで見えました。 T17、19編成、どちらが先頭でしょうか。今まで入場する際何度もこの光景見れたかと思います。しかし今回は2編成まとめて6両、ちょっと珍しい光景かと思います。右に大きく点線をしまして、11番線の右側にやってきます。いや、編成番号を間違えていました。 T15 編成と T17 編成になります。先頭が T17 編成になりまして、最後尾が T15 編成の6両編成になります。光が反射しちゃってラインカラーの方分かりづらいかと思います。解体であればもうこの車両自体見ることができませんし、譲渡のための改造ということになればこのラインカラーを見ることはできません。11番線の宇都宮線ドアが閉まります。ご注意ください。東日本をご利用くださいまして
ここにしばらく停車した後、自走で奥に行ってしまいました。この後は大宮総合車両センターのスイッチャーに牽引され戻ってくるかと思います。 E15-17 編成はパンタグラフを下ろしました。そこにスイッチャーがお迎えに行っています。ここ最近よく数字を間違えます。 T15-17 編成、まさか解体されてしまった T19 編成のことを言ってるとは思いませんでした。もしかしたら T19 編成ラストナンバーのことが好きだったのかもしれません。ということでスイッチャーの方連結を完了しました。この後牽引され戻ってきます。さらには推進運転で工場内に押し込まれて終了になります。もしかしてそのまま入場線に押し込むんじゃないかなと思って急いでやってきましたら、どうにか間に合いました。駅ホームでは大変見づらい状況でした。移動の選択は間違っていませんでした。新幹線の橋脚が障害となって大変見づらい状況です。現在陸橋上の真下に停車をしている状況です。今度は大宮駅寄りに引っ張り出しています。ほんの数分前までは自走していた車両が電源を落とされまして、無架線地帯で入れ替え作業を行っています。このまま奥に押し込むのか気になるところです。現在切り離し作業が行われています。今回2本まとめてやってきています。奥の T15 編成 CD に収めまして、手前の T17 編成は別の番線に収める可能性もあります。いやー、切り離されました。編成番号の方、進行方向を逆転しています。 T15 編成ではなく収まったのは T17 編成です。
駅方面に牽引されてきまして出場というわけではありません。この後推進運転でまたこちらに戻ってきます。 T15 編成です。間違えてしまいますので今度から数字を入れず T 編成と言っといた方が良いかもしれません。入場線の HG に入りそうな感じです。もし廃車解体してしまうのであれば編成をばらさずその辺に留置しとくはず。解体されてしまった185系 C5 編成については以前外のこの辺りに留置されていました。2編成中に並んでいます。スイッチャーが切り離されます。これで完了のようです。編成番号を間違えた理由としまして見た感じ番号を見なければわからないぐらいうり2つ。まさかここで並んでるところを見れるとは思いませんでした。引き続き今後の動向を見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。スイッチャーの方電源が落とされまして動く気配がなくなりました。そろそろ別の場所に移動したいと思います。本日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。